やるか。おかまが違った。始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。海賊団の二番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス D エース。弟をね、探してんだよ。この嫌いで根を上げたりはしませんから。だけは苦手だぜ。変わらねえな、ルフィ。こいつは俺が止めといてやる。先に進め。やんのかお前。麦わら、いい度胸だ。俺の部下に手出してんじゃねえよ。ロボモノ、雷警報発令よ。サンダーボルト、エレファントガン。ロボモノ、レッドガン。よっよっよっ。こんな時に本部からの入電か。撤収だ。体勢を立て直せ。
一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサー A 長に命じてある。クロコダイル、ミスオールサンデー、応急に急がないと。私たちもリビと一緒に行くわ。冗談じゃないわよ。死になさい。プロの姿見せてやる。俺が引き受けた。ハルバーナで怒っていることが分かったけど、相手の七部会ではどうすれば。総長、あの女ニコノミンです。懸賞金7900万、わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女もクロコダイルの仲間なの。反乱が止まるように何とかしないと。私は政府の人間が大嫌いなの。迷ってすぐに命を落とすわよ。
俺とお前では海賊の格が違うんだ。この俺に盾ついたことを存分に後悔するんだな。余計な体力を使わせやがって来ると。さて、総裁伝と言ったな。ルイさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。それだけ出かければ飛距離も落ちる。となると
広場が近く。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。大きな大砲が置けて広場に近い場所。分かった、みんな攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。時間は残りわずか。急いで砲撃手を探すのよ。全てを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は罠から誰一人信用しちゃいねえからさ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。俺を誰だと思ってる。力見ろ。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえか。ロギの仲間だろうが。ロギは悪いな。雷警報発令よ。サンダーボルトエレファントガン。お前がどこの誰だろうと。